力道山の登場。入場から威圧感が凄まじい。そして今リングに降り立ちます。全日本の父、ジャイアント馬場の入場だ。
念仏パワーボム強烈に流し付けました。そのまま今度は突き上げて荒野落としを決めていった。さらに引き落として殴った。なんと殴っていった。ボディースラムだ。さあ飛ぶのか。コーナー最上段ファイヤーバード。おっとフォールしない。もう一度か。今度はシャーティングスター。続けるぞ。まだ行く。ベリアックススプラッシュだ。スリーカウント入った。さあ噛みついていった。得意のバード平が突き刺さる。そして傷をさらけてむしって投げていきました。おっとまたもや傷を突き立てる。ヘッドバットでコーナーに詰めてヒッププッシュ。さらにすぐさまドッグラッグ届けた。ライトヘッドベース。素早い動きでコーナーに上がったぞ。頂点を捉えてミサイルキック。吹っ飛ばしました。さらにコーナートップのバカコーナーからダイビングボレープレスを割っていく。そしてとどめはランディングボレープレス。カウント3。さあザ・マスターが登場してまいります。そして今リングに足を踏み入れます。さあマングラーが入場してきます。さあサイクロップスが入場してまいりました。さあ、ザ・キラーが現れました。対角線振ってスペースドーン。連続スクエスローリングエロー。さらになだれ式を狙っている。なだれ式のフランキングエロー。手探りの嵐体重が乗っている。そして気合を込めているぞ。今度はミドルキックの連打でありました。そしてスイッチブロックの DDT。 とどめ。技を解いて足りないとばかりに勢いに乗って剣を切った。叩き込みました。10minutes, 10minutes, go! カウンターブラックル強みを引き寄
場外戦です。さあチェーンだチェーンだ、最後の抜きに出ます。オートパイプ装填取って投げて投げていく顔面を痛めたか。おっと場外狂気を振り絞っていた、投げていく顔面を抑えていかがります。